浜田湖の6日間シリーズ静岡県知事杯争奪戦 G1 浜田湖賞開設63周年記念、今日は開催の5日目でした。10レースからは稲田浩二と瓜生正義、そして11レースからは地元菊池康平と白井英二が優勝戦進出を決めました。残る2枚の優勝戦チケットを手にするのは果たして誰か。第12レース最後の準優勝戦です。1、2、3、4、5、6、どうやら動きはなく6名が定番通りの進入へと収まっていきそうです。ツボインカ帝国、熱狂的ファンにそう呼ばれるツボイの陰線、ハイパワー25号機、そしてファンの期待を背に鉄壁の牙城を築きますツボイ安春の陰線。そして2コース、昨日はタッチスタート紙一重で残った月があります渡辺浩二。センターの3コースしっかりと船足上昇させ強烈な決め手を持つブスジマ誠が3コースから、これからボートを下げていきます4号艇の重成和人、そして5コース5号艇の田中慎一郎と小さな隙も見逃さないテクニシャンが外から展開ついて上位進出なるか。そして最アウト6コース、この大外からでも奇跡を起こす、そんな期待は地元の笠原亮。すんなりと枠番通り3対3の進入と分かれました。ダントツの1番人気は地元の坪井康晴。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。最後の準優勝戦第12レーススタートしました。イントニコース、コースタートを決めていきました坪井と渡辺浩二。一目散に逃走態勢、坪井康晴2号艇の渡辺浩二が切り込んでいく。3号艇のブス島が狭い真ん中思い切ってまくり出しを狙ったが、そして内懐へ4番6番刺してバックへ入っていきましたが、危なげなコース切った1号艇の坪井先頭。2番手には4号艇の重成、外に3号艇5号艇続いて内側から6番2番差を詰める。12レーススタートは正常でした。2マーク2番手争いですが、再打ち上げて6号艇笠原亮、4号艇大きく回ってこれをかわす重成と、差してきた3号艇のブス島が旋回も、2番手はアウト側から一歩前です4号艇の重成和人、3番手内側から押し上げていけるかどうか3号艇ブス島。2周1マークの旋回、外2停止ほど前にいる4号艇の重成、ターンマークに向かいながら3号艇ブス島プレッシャーも外を回ってかわしていきました4号艇重成。一気に2番手3番手の定冠は広がりました。逆に3番手と4番手の定冠なくなりました。内側から一気に追いついた5号艇は田中慎一郎。2周2マークの旋回へと向かいます。外を止めつつ3番手は5号艇の田中慎一郎が先手を取っていく。3号艇のブス島は行かせて V ギア切り込んでホームへ折り返しました。しかし先に待ってここで突き放しました5号艇田中慎一郎が3番手。上位体系は1番4番5番です。4番手が3号艇のブス島、5番手6番手は内側田辺浩二、外が笠原亮、5番手争いが接戦となっています。およそ一定身のスタートでした。ビシッと決めてしっかりと押し切りました。圧倒的人気で応える陰線は1号艇坪井康晴、2番手は4号艇重成和人、3番手に5号艇田中慎一郎。上位体系1番4番5番です。依然として4番手は3号艇のブス島で、後方2艇が6番2番の接戦状態で最終コーナーの旋回。最後のホームストレッチへ帰ってきました地元1号艇坪井康晴、2番手は4号艇重成、3番手は田中慎一郎で1、4、5、先頭1番の坪井五輪、2着は4番の重成です。3着は5番の田中、続いて3番のブス島、4着5着争い脱出戦も6番笠原が先着、ラスト2番の渡辺五輪。